んにちは、僕くんゲームでございます。ウィラピン2020度やっていくことで、今回はですね、レジェンドガチャから新登場したこちらのレジェンズランパードメイン選手をやっていきたいと思います。レジェンドガチャランパード収録ということで、なんとか当てて今回レベル1にして、中盤ですね、 CMF、OMF 系の選手にしてはオフェンスセンスの高さ高いね。でボルコンドリブル系も結構できて、パスうまい、特にフライパス90後半寄せて、ただ最大の強みはね、やはりここキック力高え、キック98、スタミナ95、これあるんで、まあ、終盤でもね、しっかりいい動きしてくれると、ゼロに向かえてシュート権狙えるし、ワンタッチパス、スルーパス、バックスミル、アズメイク、テータノブ、パスもうまいんですよね、さらに2列目からの飛び出し、だからこの飛び出しプラスオフェンスセンスの高さ、OMF、CMF 系の選手にしてはかなり高いので、結構いい位置に動き出してくれる、今回 OMF かな、OMF 起用で、ランパード、もうミドルシュートですね、やはりガンガン狙いつつ、飛び出しも見ながら、早速。ランパードは召し上げましょう。新登場レジェンドランパードいきましょう。 OMF 飛び出し生かしながらミドル方を狙っていくぜ。よし、ランパード向上していく。お相手がファンバステンレジェンドでビエラ、モドリッチ、ベカ、メッシ、ロナウドいますね。ソルキャンブルクリブ、お願いします。スタミナとキック力ですね、ここめちゃくちゃあるんで、走って走って走ってスタミナ生かして、そしてミドル方、ミドル方狙いたい。さあ狙おう、来いよ、行って少しずつ寄せよう。さあ自分で来るが、ここはビエラ、ランパード、スプリット、ルンメ逃げ、ランパード走ってる、ランパード飛び出してる、ランパード、ランパード走ってる、ランパーで飛び出してる、ランパーズナイボー、ルンメ逃げ、まあ、ネドベドもないボスね、まずは1得点目、パスアンドゴー、足元フィネス、これでバーストクランパーズ、えぐい点だぞ、これでバーストクランパーズということで、お相手ここでギブアップ、飛んでたね、2得点目のところで、まだまだランパードいきましょう、レッゴー、よーし、オッケー、好調から絶好調と進化、ムバッペ最新 IP、 そしてメッシにクライトで注意で、ビエラ、ベッカム、お願いします。ランパードスピード瞬発そんなにないけれどね、まあ、飛び出しがあるんで、あそこから行かせますね、非常にそう、スピ瞬があるんで、ここランパード、え、これ突破できるの熱すぎ、うわー、これはねえか、いやー、いいドリブル、もう一個左足、いやー、ダブルかキーパー、ランパード、ランパード、ランパード、よっしゃー、ここで決めていくミドル、ランパード、よっしゃー、ここで決めていくミドル、ランパード砲炸裂ということで、1得点目前半ギリギリで1対0、驚異の右足だよね、あそこランパード砲えぐい、ヒール、ランパード、ここヒール、うわー、いいヒール出すね、パス、アシストもしっかりとやっていきます、いや、いいね、得点アシスト両投、ミドルに足、これはちょっとやばい、戻します、ランパード、ここうまいな、これ大丈夫、いやー、マジかやめてください、マジかー、またザキがスルスルって抜けていったね、ここ前向いてキックフェイント、オッケーオッケーオッケー、狙いますね、これはフリーキック、ランパード、ランパード無回転狙おうかな、これ無回転ワンチャンいってほしい、オッケー、うわ、いやー、いいボール飛んでった、鬼の無回転飛んできましたね今、いやー、惜しかったね、あれ早い、オッケー、しっかりとね、うわー、最高、
決めちゃえ、左足ランパード。さあということでランパード2得点目ね。この時間帯は強い、この時間帯決めたのでかいね。左足ランパードのミドルね、まだまだ速攻がマックスです。ランパードまだまだいきましょう。ミドルランパードでいこう、調子ランパード、よし、校長引いていく。おいで、フォルランにハフェルツですね。2列目が飛び出し持ち、あとはロナウド、シェスコールでもフラスルとかも注意ですね。これよろしくお願いします。よっしゃ、行こう。ランパード。オッケー、まずは、ここ丁寧に行きたい。あんまり縦行き急ぎすぎるとね、いいことないんで、サイドバックとかうまく使いながら、やめてあげる、早めに。で、ランパード。オッケー、ここでどう来るかですね、お相手が。うわー、これはじゃない、よしよしよしし、ランパードのバース引いてくる。これはシンプルにキック力で行きたい行きたい、いやーあるねキック力、さすが。これはシンプルにキック力で行きたい行きたい、いやーあるねキック力、さすが。そんなに近い距離でもないけれどもね、ランパードならやってくれると、あそこのキック力がガンガン行ってくる。早いもんね威力が。ナイスピエラ、勝てるよ。うわー来た、ランパードループ、うわー入んないかマジか。うわー、フォルラン行く、フォルラン強えなあそこ。くわー前半1-1、ランパードのねミドルがねちょっとまだそんなに打てていないので。来た、いける、やばすぎだろシュート。わかるわ、エッグイの決めるね。いやーやばいな、やっぱランパード最高。ここは裏は注意、クルトは、いいよ、なんかすごいなぜか取られない的なやつね。おいしゃー、キックフェイント、さっさー止めるのこれ。ランパードまだある、ランパードキックフェイントから、ちょっと待って、ルンベに行け、くわ止める、まだか、いやーいい、うそー決めてくるかそれ。うっしょ、えっくいね、ルカ君今の右足だよね多分。うわーなんかすごいの見ちゃったね今。うわー2-2かー、最後やったけど、まあ同点、ランパードよく見てる決めた。はい、ということでランパードですね、ちょっと次ラスト試合行こうかな。4試合目勝ってね終わりたいと思うんで、ラストランパード、ラスト試合ランパード、ミドルでね、ミドルで締めくくりたい、締めくくる、よし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 、期待に応えるかのような絶好調ランパード、ラストランパードですね。カウンター、これいけるね、これ、いやこれ、いや自分で行こう、もう自分で行きます、自分、うん、無理か、よっしゃー、くわ足出てく、足出てくー、そうキックフィントね、うまくかけたかなと思ったんだけど、あるフリット、これどうかな、どう決めんの、アウボレー、これどうかな、どうかな、くあれ消えんのはランパード、ちょ待って、ミドルやばい、ほんとやばい、それはあのハーフボレーは半端ないね、ランパード半端ないってやつや、あれほんとに。ロナウドはみんなで守ろう、クルトはナイス、よしここで前半終戦、ランパードナイスハーフボレー、ミドルシュートがもうレベチですね、レベチ、本当にマレチじゃなくてレベチ、マレチマレチ、あ
飛び出してる。2列目からの飛び出しファー、いやいいシュート。2列目からの飛び出しファー、いやいいシュート。飛び出し AI 最高すぎる。2列目からの飛び出しっていうのもまたいいよね。で、あそこでしっかりファーに持っていけるんで、さあここはフラッスル、いいボール蹴る、通していく。そしてもう一回自分がきちょっと待って、ここで終わり。まだランパードにこれね一応出してるんですけど、ダイレクトミドルでニアの方狙いでということで、ラスト相手が全然勝ちですね。まあ、とにかくランパード OMF で2列目からの飛び出しっていうのもね結構熱くて、まあ、最後の試合もね抜け出しのところから得点もありましたけど、でね、いいシュートブワーって放ってくれるんでね、思いつきゾンドドーンみたいなやつ。今回はメイン選手使用、レジェンド新登場ランパード使わせていきました。またね、いろんな人使って試合の方やっていこうと思うんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。会いましょう。さよなら、バイブ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクープレイプー。